うからね。ええやろ。うん。嫁さん、そんな怖いんか。いや、最近ちょっとギクシャクしてて、子供のために仕事を精一杯頑張ってるんですが、うん、妻は僕に文句ばかりで。愚痴んな、知らない人に。まさとちゃん、うん、あなた育児の大変さ理解できてる？少しでも奥さんを手伝ってあげた？なんでこのお店で働いてる人が言うの？首が座るまでは首を支えてあげたり、うん、些細なことでも注意することがいっぱいあるの。すすむちゃんうなずくな。赤ちゃんは弱いし繊細、危険がいっぱいなの。だから奥さんは常に気を張ってるのよ。だよ。さやちゃんの言う通りや。わしらのような赤ん坊はミルク飲むときゲップせなあかんから、トントンしてもらったりとか。人体を学べる提案な。誰も通うわ。確かに。わしら赤ちゃんをゲップするときって言ってるよ。わしら赤ちゃんって言ってるよ。そんなことしてたよな。それに夜泣きで起こされても。なんで泣いてるのかも。てか俺弟が10歳離れてるからさ、赤ちゃんの世話全然したことあるんだよね。おむつ替えとかも。夜中野郎が3時間おきに泣き出したるわ。てかむしろ弟の世話俺がしたからね、夜泣き対応とゲップ。そっか。じゃあ僕が徹夜で働いてた時、あいつは寝てていいななんて思ってたけど、奥さんは赤ちゃんが生まれてからぐっすり寝たことなんてないんじゃないかしら。まあ睡眠不足はほんとよく聞くね。寝られたとしてもいつ起こされるかわかんねえんだもんな。母乳になれると最悪らしいからね。辛いだろうな。マサトちゃん、マサトちゃん、一度奥さんとゆっくり話してみて。進むちゃんも連れてけよ。二人とも大変なのに、そのことをお互いがちゃんと分かっていないからギクシャクしちゃうのよ。そうですね。進むちゃん連れてけって。僕いつも心のどこかで自分の方が辛いのにって思っていました。育児なめんだよ。妻の気持ちになって考えたことはなかった。帰ったら妻としっかり話し合おうと思います。育児だってちゃんと覚えないと。手伝ってなかったのか。僕はお父さんなんですからね。おお。さっきよりええ面になってやないか。赤ちゃんは黙っとけ。でも無理はしちゃダメよ。ちゃんと支え合ってこその家族なんだから。まずちゃんとした職業つけよ、お前ら。さっさと嫁さんのとこ行って。マジで。バシッと決めてこいや。おむつ吐き直せ。赤子のわしのお墨付きなんや。ふざけんなよこいつ、マジで。マジで。ありがとうございます。いつまで赤ちゃん目線なの。行ってきます。よう感銘受けたな、こいつらに言われて。うまくいくといいわね。ま、大丈夫だろう。よう感銘。お、親父、遅くなりましたが、ミルク買ってきやした。長見さん、赤ちゃんプレイ好きなんですか。あいつが一人前の父親になった記念に。そんなはずないだろう。行くとするかな。なんだよ。逆に好きなプレイあってもここじゃ言わんわ、どう考えても。せや、遠慮はいらんで。おごりミルクってな、ミルク赤ちゃんプレイ好きと言ったら、これミルク飲んだ方がいいの。だけどさ、正直さ、粉ミルクって飲んだことないから一度は飲んでみたいよね。ね、ゾンモクさん、ヤクザの一番熱い特権。ゾンさん、こんばんは。ね、粉ミルクってさ、一度は飲んでみたくない？飲んだ人いる？この中でいる？何、いるかな？ミルク、ミルクの。ゾンモクさん飲んだことありそうな気がするんだけどな。そんなことない。ミルク飲むか。なんでみんなこっち見てんのこいつら。ミルク飲むか。ミルク飲みてえしな。飲んでみたいしな。飲んでみるか。それじゃあ一ついただくとしますか、ね、飲んでみるか。サタンさん、自我ができた記憶ない。だよ。おごりミルク、ミルクのおごり、ミルクの生き延び。哺乳瓶で飲むのきつくねえか。これゾウモツさん、私の記憶にはございません。これですね。なんかいけるやろ。あれそうだ、ゾウモツさんにさ、東丸スープ本当に送る？送った方がいいのか、ノリなのかどうか分かんなくてさ、配信上で言ってたから。嘘でしょ。人肌でな。あったよ。ミルクの代わりなんてあんの？あ、欲しい。あ、じゃあ送りますね、ディスコで。音量金で調整できるんであれば、こちらで調整はしますけど。え、おむつ履くの？無理だって。赤ちゃんプレイは無理だって。待て、俺は別にそこまでするつもりは。カスが長身やぞ。てめえ、何しやがった。
離せ。おい、こら、いい加減にしねえと。おい、絶対無理だわ。あって。情熱が上がった。情熱が上がった。サタンさん、長見に成人用おむつ送ったらつけてくれるよね。はかないわ。パピコマジで送りそうで怖いわ。デリバリーヘルプ、デリヘルで新しいキャスト。赤ちゃんプレイで作るベルだった。ねえ。いやー、参ったわ。結構デリバリーヘルプしちゃったわ。ちょっとなんか一人いるな。5000円までならお金出すよ。パペコ、おすすめのゲーム買ってくれ。それだったらおすすめのゲーム買ってくれ。ゾウモツさん、うち知り合いから赤ちゃん用紙おむつが届いたことあったわ。あー、しょ、シャンプーかと思ったらもうローションだったぜ。無理してでも履けばいいじゃん。これパピコのあれか、俺が5000円までだ出すよっつってんの。あれ、あ、もう風呂上がってた。割とドラゴン、すまねえ。別に、男の裸なんて見慣れてるわ。かっこええ。あ、それもそうか。めっちゃいい体してるじゃん。足立さんとナンバーは？まだお風呂でしょ。それより今食材の仕入れ値を調べてたんだけど。ちょっとめっちゃ角度がセクシーなんだけど。単品貿易講師が仕入れた食材だけど。いやー、ダメだね。ちゃんと胸の前を締めてほしいな。正直。ってことは買ってるのは気になるからね。じゃなくていい給品。うん。食品偽装じゃないのか。サタンさん、影響金ですわ。うん、わかる。現金一括払いだ。あ、銃で撃たれた後もある。ここの方、銃で撃たれた後。に関して怪しいところがないのを見ると、その線は薄いわね。マジか。でも問題は売り値なのよ。売り値？サタンさん、胸筋も見たい。フカヒレ。胸筋。胸筋見てるじゃん。仕入れてるの。あんたならそれをいくらでレストランに売る？だけどフカヒレと儲けを足して。フカヒレと乾燥アワビでしょ。ところが、ハンピン貿易講師は1万円で売ってるみたいなの。え、1万で仕入れたものを1万で売るって。サタンさん、わがまま言うならもう少し休みほしいね。あー、だけど無理よ、鍛えないと、マジで。マジで鍛えないと無理よ。俺、高校生の頃さ、腕立てと背筋と腹筋鍛えてたんだけど、全然割れなくて。年々利益を上げてるよね。ちょっとプニッとしてたところがあったから、ダイエットみたいに痩せたらすぐ腹筋は割れた。だけど胸筋だけはね、どうしてもね、この厚みが出なかった。そのこの2つのブロックみたいな、こういう2つのブロック。調べる価値はあるわ。なんで脱税ってなんだよ。うん、あそこのやつハンピンリューマンなんだ。サタンさん、胸筋は特殊な器具使わないと増えないだよね。心配して、ゾウモツさん、筋トレ配信してる人が全然胸が届かないって言ってた。心配だよ。なんか女みたいな言い方するよね。育乳、育乳だっけ、女の人の育乳。一旦太って、この太って、全体的に太るじゃん、太るときって。大体の人、まあお腹が出るとか言ってて。ゾウモツさん、でかくして。なんか全体的に一旦太って、この胸の部分だけは痩せないように、他の部分だけ痩せるとかあるよね。時々いるよね、女の人でね。昔めっちゃ一時期太ってダイエット頑張ったら胸だけ痩せなくて、今この胸になってるとか、そういう人いるよね。俺らこうやって一緒にいるじゃないか。そうだよ、ドラクエだって仲間がいなきゃクリアできねえんだぜ。ね、それってトレビゲームの筋トレの時に一時太るのってあれどういう理屈なの？一時的に体大きくなっただけじゃない？大会に出る人とかは炭水化物とか塩抜きとかやったりして、で大会が1週間前になったら炭水化物を取り始めるのよ。筋肉がこう一気にバクンってこう膨れ上がるから、で消化が悪いものからっていうか、体に吸収が遅いものから食べてって、最初餅か米か俺全然忘れたけど、なんかな、例えば1週間前だったらご飯、3日前だったら餅って感じでやっていくの。一時的には太るよ。チートデイとかな、かな。で大会の2日前ぐらいになると水抜きって言って、この皮下脂肪、骨、この皮と筋肉の間の皮下脂肪をなくすために水抜きとかすんのね。でそしたら血管が浮き出てバキバキになるのよ。
酒のこととなると人が変わるんだよな。サタンさん、ねえねえ長見さん。ん？何？サタンさん、ゲームついてけるダブル？ついてきてない。何もついててない。大筋でしかわかんない。俺ボディービルダーマジでよく見てるからさ。なんかチートではあるよ。なんか楽しんではいるよ、それなりに。ブリーチジャパン。ブリーチジャパンまた来たね。また来たか。デモだったら歩かなきゃいけないんじゃないの？なんで立ち止まってんの？なんだよこれ。ここは廃業したってのに。今さら何のようだ。皆さん、ご覧ください。この不潔極まりない建物。お前ね、ソープで働かなきゃいけない女もいるんよぞ。我々の熱意あふれる活動の結果、働かせてあげろよ。この悪しき店は閉店へと至りました。マジこいつは最悪だわ。我々の勝利です。この街に作る大きなグレーゾーンの一角が、マジ最悪だね。店は今も中だ。あんたらにお構いする気にはなれねえんだがな。も中、も中か。まだいたんですか。建物の前でも営業用地の職場の横の施設の前でも市民団体、市民ではない、が頼みやっとる。あ、そうなの？店は閉めたんでしょ。なんかさ、あなた方も早々に立ち退かれるべきではありませんか。過去の電電公社、過去の社名が電電公社のところってさ、組合が強くてさ。組合が強くて、電電公社の関連企業グループで株主総会でさ、今回はこのグループ企業の中のこの会社をこう売り上げを上げるっていうのが決まったりするのよ。で大体その会社って決まってんだけど、そこの会社決まったりとかしてこう上げるってなった時、組合の人たちがさ、前でビラ配ってさ、なんだろう、給料上げろとか、もっとホワイト企業になれみたいな感じの配るのね。そのチラシを受け取って出社するとめっちゃ怒られる。どうでもいいよね。本当に独自の文化があるあそこ。とホワイトじゃないんだけど、なんだろう。パピコには特別な報酬ありますよ。パピコにはパートナーになった時ビッツを大量に渡すっていう。まああげたからいいじゃん。そう、ね、俺初めてありがとうって言われたわ。俺なんかね、他の人に聞かれたんだよね。あんなにビッツ投げて、なんかパピコさんから特別になんか俺言われたんですかって言われて、で俺言われてないとは言えなかったからさ、めっちゃ俺言われたっつって、なんか申し訳ないぐらい俺言われたっつって。お前さ、マジで気使わせんなよ、マジで。本当にお前その後はなんかいろいろ言われてんだから。本当にさ、それ返信したら返信したでさ、めっちゃグイグイ質問くんのよ、プライベートに食い込む質問が。ビータ、これさ、男のパンチは犯罪だけど女のビータ犯罪じゃないのよ。俺これはマジで国会にあげるべき、国会にあげるべき、国会にあげるべき。もう一回言うよ。サタンさん、全部パピコに質問してくれ、全部スルーする系な。ね。警察に。ほら、そういう人がいるから、そういう人がいるから。こんな奴にはビンタじゃ足りねえよ。お、何？なんか言ったのこいつ？え？行け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 。オッケー。ナイス。ナイス。ナイス。マジで。アホー。アホー。来んのか？やんのか？バットなんか持って。こっちはダンサーとミュージシャンとアイドルと解体業者やぞ。
やんのか。ネムさんさん、うん、何ですか。長谷さん、撮影の便利さんドラマでもあるんですか。過去にさ、付き合った女性にさ、俺めっちゃビンタされた時期があって、まあ、時期ってなんだよっていう話だけど、マジ逃げたくなったわ。それで、それでさ、そいつとのさ、別れ方は最悪だったんだよ。めっちゃ情緒不安定で、もういや、やめとこ。もうろくな話じゃないわ。なんだよブリーディングってよ、お前。なんだよブリーチジャパンって。うん。さすがのパクコの手配れたことないよ。証拠の監視。マジでね、割とね、なんだろ、殴る蹴るの女いるよ。もう自分で言うのもなんだけどさ、男の俺から言うのもなんだけどさ、これ DV だよねって思うような女いるよ。よし、いっか。よし、オートでいっか、これぐらいのレベルだったら。いけるか？はい。ありがとうございます。うん、そうそうそう、全然逆もあると思うよ。本当に、あの、おとなしいから殴らないとかじゃなくて、なんだろう、喧嘩して頭に血が上って、それで殴るやつは人として最低だと思ってるから殴らないのよ。なんかそこを勘違いしてんだよね。男は女殴れないと思って勘違いしてガンガンなんか攻めてくるやついるのよ。意味がわかんねえもん。うん、ね、ね、こっちはさ、こっちでさ、なんか人として最低ランクになりたくないから、あ、そう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 、殴ることが悪なのよ。その男が女を殴るから悪とかじゃなくて、殴ることが悪なのよ。だけどそれ理解してないのか、なんか男は女殴れないって勘違いしてるやつがいてさ、本当に全然そういうことじゃないのにさ、ちょっとありがとうございます。そう、なんかもう、なんかそこおかしいよね。おとなしいから殴れないとか思ってるバカいるからね。あーし、あー今、あ、ダメだ、ちょ待って、ダメだ、待って、あぶれ、あーし。違うんだよね、ね、うん、頼むよ、サイコ、サイコ、サイコ、技が使えないのかな。ナンバさん、いけるよな、ナンバさん、ナンバさん頼むよ、とっておき、え、ミスった、とっておきミスった。よし、ありがとうございます。サタンさん、よく考えたら元彼に踏まれたことあったから途中から何も言えなくなってた。パピコはマジでね、そういうやつから別れて正解よ。え、めっちゃ回復した、信じられないぐらい回復した。ヒラ2人いるとでかいな。嘘だろブリッジジャパン。あ、まあ、オートだか勝手に動いた。あ、ウィークじゃん。ドンドン、まあ、パピコは男運悪いからね。ありがとうございます。うんうんうん、なんで俺がやったみたいになるの。うん、もうやめてよパピコ。何これ、初めて見る。あ、 X、 お、いいねいいねいいね。地上ですね、地上ですね。そう思ってた、地上ですね。これボス戦よ、信じられないと思うけどボス戦よ。スライディングオート、これ 1.5 倍で3000円なの。 1.5 倍で3000円なの。この 1.5 倍にするために俺3000円使ったんだけど、儲け375円なんだけど、嘘でしょだよこれ。3000円使って375円なの売り上げ、意味が分かんねえ。こっちレベルアップ、一つ上の男だよお前。またいい女になっちゃった。まあ、全部いい女じゃねえかよ。うん、うん、うん、まあだけいろいろありますよね本当に。我々はこの連中に暴力を振るわれました。なんか増本さんもなんか面白いね、相乗り、相乗りじゃない。なんか DV 食らってる女の人さ、俺職場で一人だけ出会ったことあるけどさ、会ったことあるけど、まあ、明らかに青タンできてんだけど、これ警察行ったらって言ったら、
あの人私がいないとダメだからっつって私が我慢すれば済むとか言ってんねん。こいつ頭おかしいんじゃないかなと思ってたけどさ、下手に関わるとさその人もまた殴られるわけじゃん。さらになんか何も言えなかった。本当に本当に何も言えなくてさ、俺警察行って言うしかいなくてさもう意味わかんないよね。うん、サタンさん、うん、マコキメロキ。ちょっとパピコさ、今日さ一緒にさチャミさんのさところ参加したけどさ、俺ほぼほぼ毎試合マコ決めてたよ。なかった？本当に何かファンデーションで隠してるみたいな感じの人いるよ。俺そこから気になってさ、あの総務の昔さ働いてた総務の女性の人と仲良くなって、いろいろ雑用みたいなやつで、で首にさちょっとなんか青タンみたいのがあったのね。で DV とか受けてんのっつって、 DV 始まってんだったら早めに警察行った方がいいよっつったら、そいつがあーみたいに言って、ちょっと昨日彼氏が激しくてっつって、何言ってたこいつと思って、お前いい年こいてんだろって思って本当にどうしようもないやついたわ。うん、ただ相談室が終わってる時間にこっち来て泣き始めた人は何人か。相談室が終わってる時間にこっち来てる。これなぁ、よっぽど切羽詰まってんだろうね。よっぽど切羽詰まってんだろうね。役立たずの勢力圏に見せてやりたい。弱ったやつらいかんない。そう。そう。もうパピコはちょっとよくわかんないけど、辛いことあったんだねパピコ、辛いことあったんだねパピコ。もう俺は優しいよパピコ、俺は優しいよパピコ、だけど優しくて俺は人生を棒に振った人間よ。でさ、何だったかな、なんか弱ってるやつの話で話あったんだけどね。まあね、結構人生棒に振ったからね。そう、あ、そうそう、昔さ、うん、うん、メムさんさん、長見さんって仲良くなった女性って10人以上いません？結構いるよ、話したりとか。仲良くなってもさ、別にその時さ連絡取り合いとかしてないからね。サタンさん、うん、一度だけよ。いや、うん、やめとくか。だってさ、居酒屋でさ、逆ナンされた女性もさ、ある意味仲良くなったけど連絡取ってないからね。なんだよ、姉ちゃん。姉ちゃん何なの？この姉ちゃんに近づけばいいの？近づきたくねえんだけど。今お金いくらある？ 3 万あるな。ちょっと装備品買ってくるわ。一旦装備品買おう。ラブマジック。サタンさん、乙姫ランド。乙姫ランド？風俗？そう。風俗生まれだからね。また敵がいっぱいいる、敵がいっぱいいる。もう完全こっち見てくる、呼び込みよりうざい。ちょ待って、ちょおう、オッケーオッケー、バカれバカれだよお前らよ。喧嘩売ってねえわ。あーよしか、よし、うん、一旦武器買おうか。 あった、このアダルトグッズ売り場のラブマジックが一番いい、いいお店ですね。よし、武器買うか。まず、カスガがレベル、レーザーアングレット、マグナムボトル。これだけで1万すんの？ちょっと1万は保留にしとくか。こいつは ?100 トンハンマー、1万。これ、2万、セクシーバイクだよ、お前よ。足元見んじゃねえぞ。ミュージシャン1個もねえんだぞ、武器。あれんじゃねえぞ。だけど、セクシーバイクはちょっと買っときたいな。セクシーマイク買うと残り1万円でしょ？ 1 万円でハンマー買えないでしょ？ 1 万8000。で、これは ?1 万3000。1万3000、1万8000。2人買えるのか？ 2 人買うか、1人買うかか。どうしよう。一旦春日の武器買うか。で、100トンハンマー買って。よし、OK。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。よし、ね、ね、これでどこ行けばいいの？こっちか。あ、だけど大変よね、みんな、みんな人生大変よ。なんか配信するようになってさ、なんか結構、いや、やめてこ、またこいつか。ちょ、 OL が困ってるじゃないかよ。なんだよ、うん、
髪長いね。野々宮さん、釜滝ですけど。釜滝。あの、何か用でも？もしかして面接希望とかですか？美人か？あ、いえ、面接じゃないんですが。役所の人っぽいな。あなたは？ああ、俺は春日ってんだ。一応この店に雇ってもらってたものなんだけど。店員さんですか。すみませんが、野々宮さんいらっしゃいますか、うん、なんかゲストの人のさ、声優の能力が弱いね。あ、声優が新人さんかな。はい、その、うん、なんか兄貴が声優志望だったから知ってるんだけど、亡くなったんだ。声優ってなんか組合みたいのがあって、内部で内部で組合みたいのって。この姉ちゃん白目向いてるぞ。お前しっかりしろ姉ちゃん。やめろマジで。解放しなきゃいけねえじゃねえかよ。いきなり目の前に倒れたら倒れんな、せめて。うん、サタンさん展開が急すぎてビビる。ビビるね。ちょっとは落ち着いた。なんか声優の話なんだけど、すみません、ありがとう。声優の人ってずっと電話がつながらなくて、なんて言えばいいんだろう、この年数によってなんか給料が上がるんだったかな。給料上げなきゃいけないみたいなシステムがあって、組合に入ってってね、で組合経由でお金をもらうんだったかな、いうのがあって。でそれはいわゆる新人の人って給料安いじゃん。給料安くて、例えばすごいベテランの人が金遣い荒くて、どんな仕事でも何でも受けますっていう状態だとさ、新人の人仕事来ないじゃん。だからそのために声優の人ってね、全員その組合に入らなきゃいけないのよ。声優ができなくなるんだよ、そこに入らないと。でトップの人ってのは本当に恐ろしい額をもらってて、しかもその給料っていうのはなんか年数と知名度で決まるらしいのね。そうだから、あのドラゴンボールの声優とか、そのいわゆるなんだろう、あこの声聞いたことあるっていう声優さんたちは軒並みみんな、なんかみんなが想像するベラボーに給料が高いらしいのよ。で、野々宮さんは、で下っ端の人たちは本当にね、なんかすごいなんだろう、こういうセリフを入れ込んで、アテレコみたいな、アテレコっていうのかな、わかんない、こういうのを入れても5000円とか、あの誰でも仕事を依頼しやすいような額になってる。で若い人はアルバイトとか兼任しながら、その一緒に仕事できるようになってるっていうか、まあ、いわゆるお金を払いながら仕事をする状態だね。マイナスだから、なんとなくさ、声優の人の声が入ってないじゃん、魂みたいのが。読んでるだけじゃんこの人。そこそこ大きい会社に成長してたんです。なんか新人の人だろうなと思うけど、けどで、このさすがに主人公とかさ、3年前、足立さんとかはすごい声優だからさ、しまいまして、うん、母も幼い頃に亡くなっているので後継者がいなくて、うん、そういうくだらないことだけ知ってる。うん、その頃私はまだ学生だったんですが、やばい、ちょっと寄ってきてるね。父や祖母の思いから寄ってきてる。この会社をなくしたくなかったので、うん、学校を辞めて私が継ぐことにしたんです。うん、私なりに必死に勉強して頑張ったつもりなんですが、頑張ったつもりって言い方もさ、もうちょっとためが必要じゃん。頑張ったつもりなんですがって、そのためもないしさ。まあいいや、ちょっと取ってくる。あっさり騙されてしまって、サタンさんいろいろ真面目に聞いてたけど全部忘れた。奪われてしまったんです。ひでえな。結局残ったのはせんべい屋だけ。父や祖父に合わせる顔がありませんよ。借金もできてしまって、このまま続けてもさらに傷口が広がるだけ。そう思って不本意ながらもう一番成果を締めようと思っていたんです。でもそんな時、救いの手を差し伸べてくださったのが野々宮さんなんです。野々宮さんはもともとうちのせんべい屋の常連さんで、私が赤ちゃんの頃から娘のように可愛がってくださっていたんですけど、うちのピンチを聞きつけて協力を申し出てくれたんです。店の借金を全返済してくれて、その上で
俺と一緒にこの会社を立て直して、このうまいせんべいなんかね、うまい声優と下手な声優さ、間があるかないかがあるんだよ。うん。男気あるじゃねえか。わかる。ちょっと春日の人はゆったり喋ってるじゃん。ほら、この人も足立さんも。野宮さんは弱みにつけ込んで、うん、姉ちゃんをこの店で働かせるような人間だと思ってたぜ。キムタクはど下手だったけどね。うん、ほら。他の人にはどうか知らないですけど。ほら、エリ。野宮さん、私には優しかったから。なんか急に上手くなってる。アドバイスもらったのかな。日をまたいたのかな。いくら常連とはいえ、社長を引き受けるなんていうか。なんかね、心に余裕がある喋り方すんだよね。感情込めて、慣れてる人。それもあると思うけど。うん。多分あいつの夢のためよ。俺兄貴にさ、兄貴仲悪くなったのね。上京してからなんだけど、今はほとんど絶縁状態だけど。それまではね、喋り方の間とかはマジで大切にしろって言って、俺ね、喋り方めちゃめちゃ強制させられたもん。でっかい会社を作って。うん。この町に受け皿を作りたいんだってね。ほら、だってねっていう、そのこのちょっとした隙間がだってねっていう。だからこのミュージックはいらねえから。美人町は行き場をなくしたどん底な人間が集まる町。うん。この町ですら居場所をなくしてしまった人間。今は新人と苦労と変わんないけどね。最後の声。うん。普通に読んでるだけ。そんなどん底にいる行き場のない連中を。全員絶対貯める。でかい受け皿。ほら、今一瞬貯めたじゃん。全員受け入れられるようになって。そういう思いでやってるんだ。一瞬そういうためが、クロートだと全然違うらしい。ご立派な考えじゃねえか。うん。まあ、そんなこと言っておきながら、うん、従業員に無理させまくるブラック経営をしてたくらいだから、どこまで本気だったのかわからないけどね。うん。あ、いいや。でも確かに細かいのはいいや。実際。行き場のない俺たちを。だからさ、うちの兄貴声優目指してた時に、なんかジャングル大帝レオかなんかで声が全部入ってないビデオテープみたいのがあって私もで、それで俺は相方として一緒になんか兄貴の声優の練習してたのよ。こんな金の匂いのしないせんべいや。うん、引き受けてくれませんよ。最初はだいたい安い CM とかで、あ、なんかナレーションみたいに入れるの、声優志望の人で。だいたい劇団員だよね。劇団員でみんな。さて、うん、じゃあ私はそろそろ帰ります。うん、皆さん、ね、迷惑かけてすみませんでした。うん、サタンさん、うん、今度から長見の声優してあげるよ。ありがとうパピコ。何言ってるか分かんないけどありがとうねパピコ。長見さん、ジャングル大帝感のあるオーラ出してるもんね。私なんかが社長ジャグル大帝でパピコ言ってることわかんねんだよな。うん、よくわかんない。畳むしかないと思います。うん、才覚のない私がこのまま経営したところでエリさんね、遅かれ早かれ会社は潰れる。うん、間がないんだよ。間がもっと欲しい。きっとサタンさん、うん、長見さんよりマシだよ。潮時なんですよ。パピコの配信の時めちゃくちゃなコメントしてるからね姉ちゃん。俺さ、結構パピコの配信でさコメントしてるんだけどさ、パピコさ、なんか目が明らかに動いて俺のコメント読んでるはずなのにガン無視すんだよね。すごいゾクゾクする、すごいゾクゾクする。サタンさん、そうで俺無視されても別にいいやって気持ちでいつもコメントしてるからさ、パピコは全然仲いいからいいんだけど、知らない配信者の人にさそんなことされたらさコメントする気はなくなるけどさ、まあ別にいいやって感じでコメントするんだけどさ。まだ？もう私には頼る人も打開策もないんです。うん、どうしようもないんです。まあ開けすぎだろ。なんかだんだん感覚は分かってくるよね。サタンさん、野上さんだからというよりも読み上げる連絡してるよ。あー、そういうこと。何やってんだろ。偉いね。私、うん、さすが、さすがパートナーになった人。うん、エリちゃん、エリちゃん、なんか言えよ。なんか言えってうなずくなって思う。よし、サタンさん、うん、最近ちょっと苦手なコメントを打ってな。あ、そうなの。もう全然気がつかなかった。姉ちゃん安心しろ。俺何も考えずにコメントしてるからね。俺たちが何とかしてやるぜ。サタンさん、長身のハエニャで。いいんですか。うん、うん、サタンさん気にすんな。
じゃれ合いの一つだ。別に自分気にしてないけどね。基本的には自分コメントするときってさ、その配信者が盛り上がればいいなと思ってコメントしてるからね。お前何言ってんだよ。同じ配信者だからね。だってよ、このままそう。だけどなんかたまに調子に乗ってさ、自分語り寄りのコメントしちゃうからさ、そこは申し訳ないなと思うけどね。熱い思いに共感したんだよ。ほら、間がめっちゃうまいじゃん。いや、俺も共感はするけどよ。ほら、経営なんてそんな甘いもんじゃねえんだぜ。ほら、抑揚もめっちゃうまいじゃん、バトウ。わかる？バトウのうまさ。野々宮さんは俺たち恩人だろ。行く場所もない俺たちは上がいるから大丈夫。何の上なんだろう、だコメントかな。叶えてやりてんだよ。めっちゃうめえ。俺たちの恩人が志半ばで叶えられなかった夢をさ、言葉だけで感情を伝えるっていうのがすごいすごいうまい。声優の人は本当に本当にうまい。恩返しか。うん、お前らしいな。まあこうなったらどうせこいつは俺たちの言うことなんて聞かない、うん、やってみりゃいいじゃねえか。うん、応援してるぜ。ありがとう。声優の人、あれ電話のみだったら別にうまいんじゃない？通話のみだったら。頑張れよ一番。町の人を救うなんて勇者みたいでかっこいいじゃねえか。マジでうまいもん。できると思うわ。頑張ってね。なんかね、俺トークうまいとか言われるけどさ、この声優の人のさ話し方とかマジで勉強になると思うよ。サタンさん、本当にそれ始めたら役者さん派。そうだから離婚多いんじゃない？まあ、だけどガチな時も気づかれないっていう欠点もあるけどね、デメリット。うん。何だってやってやるぜ。うん。ありがとう。うん。本当にありがとうございます。うん。春日さん。龍はごとくそういう意味だと結構勉強になるかもね。はい。それじゃあ早速、うん、うちの会社を見てもらえればと思うんですが、よろしいですか？ほらなんか。わかった。エリちゃん、このエリって人の声優たどたどしいじゃん、わかる？カスマ社長。これこれ聞いたいわろ、アダチの声。わざとワンテンション上げてさ喋るとかさ、うん、すごい上手いんだよね。うん、1階は販売所になっていて、細々とせんべいを売ってます。なんかこうこう読みながら喋ってる感があるじゃん。まあ、いや、やめてこう。もう俺も声優じゃないしな、別に。騙される前は従業員も多かったから、うん、もっと大きなビルに移っていたんです、うん、結局身ぐるみ剥がされて、うん、また元のこの場所に。細々と喋りやがってよ、やめてこう。さ、事務所は2階。だけど NPC の人大体新人の声優さんって感じするね。だってあーの一言でわかるじゃん。ギター上手い人とかださ、開放弦のさピーンって音が鳴っただけでわかるって言うからね。音の鳴らし方、ピックのこうピンって。ここが事務所か。うん、狭くて汚いところですみません。うん、おう、エリちゃんおかえり。この人がメールで言ってた？そう、春日さん。野々宮さんの代わりにうちの会社を手伝ってくれることになった。ね、うん、春日さん、最年ドラムしてたけどわからないよ。私のそばです。俺もわかんないけどね。俺もドラムしたことあるよ、バンド組んで。8ビートしか叩けなかった。下の販売所に支えをしてくれたりしています。鎌崎とめじゃ、よろしゅう。めっちゃうまいんだけど。とめさん声がめっちゃうまいっていう。やめやめや、ダメや、やめとこ。声優に対して何か言うのはやめよう。うん。ちょっと年がいっとるし、変な髪型じゃが、骨太でいい筋肉をしておる。めっちゃうまい、よく言うわ。なかなかいい彼氏じゃないか、エリちゃん。うまい。ちょっとおばあちゃん、彼氏とかしてはいるね。してはいるけど、うん、まあまあまあ、なんかさパピコさよくわかんないけどさ、結構あれだよね、配信上で結構来るよね、プライベートのやつ。あのこの間の DM はごめんね、結構いろいろさモヤモヤする部分あってさ、うん、あと酔っ払ってたのあって、過去のこといろいろ思い出してブワってきた。まああの時は俺は泣きながら寝た。おかげさまですっきりしましたけどね。まあ、配信上で言うことじゃないけどね。とってもいい子なんで安心してください。うん、おいしい卵も見ます。うん、結構みんなギリギリよ、メンタル。よろしくな、コケコッコ。うん、
マジで優しくしてくれパピコ、本当に。まずは経営の仕方をお伝えしなきゃいけません。サタンさん、ゴリラが雰囲気重くなるかなって。そんなことはないけどね。配信上だとさ、わかんない。俺配信上で思ってるのは、配信ってエンタメだから、なんだろう、楽しくゲームしてるのを見せたいし、楽しくゲームすることで自分をストレス発散だからさ、あんまり重い話はしたくないんだよね。コチャの方がいいね。コチャの通話とか。いいぜ。あんま知らないかもしれないけどね。やってみましょう。名前は言わないけど、俺他の配信者さんとコチャで通話して5時間かな、5時間通話して、最初かな、最初の2時間ぐらいね、お互い無言だったよ。とりあえず誰かと喋ってるっていうのが癒しになるからね。営業の売り上げで利益、これか、言ってたね、マイナス22万。サタンさん、うん、それもう恋人じゃん、わら。そうなの、わかんないけど。ね、そうなんだ、あんまりそういう感じしなかったけどね。よっしゃ、営業開始だ。なんだ営業開始って。え、30万いってるけど、これ何、嘘でしょ、これ何。サタンさん、ずっとでも維持かと短い部分吐くよ。あ、そうなんだ、そういうもんなんだ。なんか俺結構その時マインドが参ってたからさ、誰かと通話してるっていう状況がありがたかったから、俺は普通だったよ。喋れなくてごめんねって言ったら、まあ向こうも全然いいよっつって。それは厳しい。大赤字じゃねえか。大赤字じゃねえか。大幅ダウンだ。株価下がんの、どこに上場してんの、マザー、マザーなの、マザーに上場してんだよね。上場はできてんだ。株式会社だからって全部株価があると思うなよ、マジで。本当に。まあこんな感じで営業を重ねていきます。うん、どうです？割と簡単でしょ？まあ、よくよく考えるよ。で、ちょっと待てよ、なんか成功したような口調で話してるけど、全然赤字じゃねえか。痛いところをつきますね。今うちにはろくな従業員もおらんし、設備もボロボロじゃん。なんだよジョジョ園って。そりゃ普通にやっていたら黒字にはならんよ。まあでも気軽に連絡取れる人は重要ですよね。人生的に、広告、人生レベルで優秀な人材を確保するとかしないとダメですよね。そのためのお金は、サタンさん、上場企業っていうからボケてるか。下手やろ、めちゃめちゃ下手やろ。彼氏の仕事じゃ。叙々苑1回しか行ったことないけどね、2月ぐらいかな。引き受けちまったな。とある、やめてこ。じゃあとりあえず、どうにかして設備とか人に投資するための金を確保する。おやすみパピコ。なんで急に眠るって言ったの。あ、かなちゃんありがとう、サブスク今月もよろしくね。ね、よろしく、よろしく、かなちゃん、かなちゃんありがとう、ありがとう。かなちゃんこの間ごめんなさい。本当に。ゲーム二の次だからね。パピコ寝るの？多分寝ないと思うけどな。あ、どうしました？龍が如くやってますよ。すごい。なんかカナちゃんすごい、いつもスプラトゥーンやってるよね。頼むよニック。山本カナさん、ヤクザやっております。ヤクザやっております。ブヒ、ありがとうございます。出資とかいうのをお願いできねえかな。うん、全然流れを理解してないんですよね。ううってニック。ニック尾形。ニック尾形。うん。ね、なんかかなちゃんあれですよね、スプラトゥーンめちゃめちゃやっててツイートも、本当か、サンキュー、いろんなゲームやるけどそれなりに上手くなりたいみたいな、ね、え、パピコ寝るの、うん、山本かなさん、スプラ楽しいです、あ、スプラ楽しいですか、マジですか。俺あれなんですよ、今うちのモデレーターのパピコが言ってたんですけど、スプラって
結局今流行ってるだけでみんな1ヶ月後やってないんでしょって言ってましたよ。かなさん、かなさん言ってましたよ。パピコが、うちのモデレーターのパピコが言ってましたよ。うちのパピコがいや、お前言いましたって言うなよ。そう、うん、サタンさん、うん、やってないよ、ほとんど。やったことあるんだ。俺スプラは楽しいと思うけどね。うん、山本かなさん、そうだとは思います我々。そうなの。俺あれですよ、かなさんの配信見て、なんだろう、真似たっていうかパクったのはあって、うん、サタンさん、モンハンも猫のやつもみんなそうだった。なんで猫のやつって。モンハンはそれなりに楽しいよ。俺グミザルと一緒にやったことあるから、モンハンは楽しいよ。パピコ、モンハンやるとき言ってよ。全然教えるよ。教えるといいかも、変かな。一緒にやるよ、全然。そう、なんかね、そう、俺なんて言いましたっけ。俺結構酔ってんだよね、これ。これ飲みすぎて。うん。あ、そうそう、前のとき。すいませんでした、いろいろと。カナさん。俺さ、